無理壁は Windows 7スターターでデスクトップの背景を変更するためのフリーウェアである。Windows 7においてはスターターのみ壁紙変更不可の制約が存在するが Windows 7スターターでも壁紙を変更できるようにしたのが本ツールである。無理壁の仕組みは OS の標準壁紙描画処理を任意の壁紙描画処理に切り替えるというもの。年月日に ベータ版が公開され、同年11月3日に正式版が公開された。無理壁の名前の由来は、無理やり壁紙を上書きするという理由。対応ファイルは、JPEG、GIF、BMP で、PNG、TIFF は、非対応。作者は、以下のような理由で、本ソフトの制作に至ったという。Windows ならスターターで、 壁紙が変更できないという欠点がある。ほとんどのネットブックには Windows 7スターターがプリインストールされている。選択した理由はいろいろあるだろうが、検討過程においては壁紙が変えられないなんて思っていないユーザーが多い。そもそもこのご時世において壁紙が変更できない方がどうかしており、OS として致命的であるはず。マイクロソフトが圧倒的に有利な立場を利用して、 自分たちの都合を押し付けようとしたことに対する反骨心によって開発した本ツールは Windows 7、スターター専用となっており、ベータ版を除き Windows 7以外の OS 及び、ホームベーシック以上の Windows 7では、エラーメッセージが出て、起動停止する。2009年10月24日無理壁バージョン0.0、0.1ベータ版、 リリース2009年11月3日無理ベバージョン1.00。正式版リリース2009年11月7日無理ベ。インストーラ版。リリース2009年11月10日無理ベバージョン1.01。リリース2010年1月31日無理ベバージョン1.10リリース2010年4月8日無理ベバージョン1.11リリース2010年5月30日無理壁。 バージョン1.12リリース2010年6月6日無理壁、バージョン1.12英語版リリース。ありがとうございます。